日本随一、世界でも有数の果物王国、晴れの国岡山。温暖な気候、100年を超える歴史と最高の品質を求め続ける伝統。これこそが果物王国岡山のブランドです。ブドウといえば岡山と言われるほどの岡山県産のブドウ。花が咲き終えたブドウには一房に200粒以上の実がなります。これをそのままにしておくと一粒一粒に栄養が行き渡らないため小粒になったり、粒同士が押し合って割れてしまいます。そのため農家は一房ごとに不要な粒をハサミで摘み落とします。まあ、最終的に房がこの栄養な思い浮かべながらこうにまぶくいうのが、私も作り出して35年ほどですけど、なかなか難しかったですな。この作業を何度も何度も繰り返し行うことで、大粒で甘く美しい姿のブドウに仕上げていきます。収穫では生産者自らが甘みや酸味を確認しながら良いものだけを収穫し、粒の大きさ、色や形などの規格に基づいて箱詰めします。さらに選果場では生産者が選別したブドウを産地のみんなで再確認した上でお客様のもとへお届けします。大人気のシャインマスカット晴れ王、美しいエメラルドグリーンの皮は非常に薄く、そのまま食べることができます。食べた瞬間にパリンと弾ける食感、口の中に広がるマスカットの強い甘みと爽やかな香りが特徴の大粒の種なしぶどうです。岡山県が生産量ナンバーワンのピオーネ。大粒で種なし、強い香り、濃厚な甘さと酸味のバランスが大人気。粒を口に入れて皮だけそっと出していただくのがおすすめの食べ方です。ポリポリとした食感が癖になる瀬戸ジャイアンツ、皮ごと食べられる注目のオーロラブラック、ワインレッドの粒が美しいシエン。果物の女王と呼ばれ、紀元前から栽培される上品な甘さと最高の香りが特徴のマスカット・オブ・アレキサンドリアなど、岡山県は最高品質のブドウが数多く生産されています。世界をも魅了する岡山県産のフルーツ。なぜ岡山県産のフルーツが選ばれるのか。岡山県はマスカット・オブ・アレキサンドリアいうブドウ130年余り以降に栽培 してこられとって、その先代の方々の技術の蓄積からこの高品質な技術を継承されて、岡山県のこのブドウが今ここまでできたんじゃねえかなと私は思います。